まるで子供だ、クソ野郎め。腹が詰まってるだけじゃない。こんなクズに金を払わせようとするなんて。偽のミイラについて話せ。その件には関わりたくない。メネヘドの使いだ。黙秘は神職に対する侮辱だぞ。彼も神のことも怒らせたくはないよ。粗悪品を売るよう強制されてるんだ。出ないと露店を壊される。一体誰に。今は無理だ。今日の夜、村と農地の境で。友よ、約束通りに来てくれてよかった。さあ、座って一杯やろう。俺にはそんな時間はない。美しい夜だ。このひんやりとした空気を堪能してから本題に入ろう。空気を吸うために来たんじゃない。偽物の剣は誰の差し金だ。まあそうだが、そう単純な話じゃない。この問題には多くのものが関わっているんだが、どいつも同じことを言うだろうな。人を信用する者は最悪に見舞われることになる。人を見たら鬼と思えと聞いたことはないか。お前の腹渡をえぐり出してやる。すぐに人を信用してもいいのかもな。話せ。仲間と同じ運命をたどることになるぞ。そう意気込まないでくれ。南東に盗賊の野営地がある。偽のミイラはそこで作られてる。行って叩き潰してくるんだよな。お前の頭を潰すよりいいだろう。この破壊は神々のお気に召すだろう。なんてことだ。これはひどい。Oh.
たいた。お前のために何かできることはあるか。今夜壮大な見せ物をやることになってる。女神セクメトがイスフェトの混沌から人々を守るんだ。ところが英雄役のパムがどこにもいないんだ。大神官に私の責任だと思われてしまうよ。探してみる。セクメトのご加護を。家は市場の近くだが酒場を調べるべきかも。また頼み事をしてしまって悪いな。パムは酒を飲むのが好きなんだ。